つなぎを着ている男性つなぎ、つなぎ、つなぎ服とは、上着と海が一体のがいい。衣服の形状の一つで、作業服や防護服、子供服に多く取り入れられる。英語圏では、スカイダイビング用の外衣に由来するという意味で、ジャンプスーツと呼ばれるが、日本で多く用いられるつなぎは、ボイラースーツの語を用いることが多い。つなぎは、上着とズボンが縫い合わされて、 完全につながった形状の衣服であり、ワンピースの貝部分をズボンにしたものと言える。通常、首元から、股までの前立て部分が一本のファスナーで一度に開くようになっている。ファスナーは上下どちらからも開けられる、ダブルスライダー式が多く、男性の雇用の場合は、つなぎを脱がずに済ませることができる。多くは着用者の体を保護する役割が強い丈夫な布や比較で作られている。 防水加工や望遠加工がしてある場合もあり、逆に通気性を持たせるため一部をメッシュ素材にしたり、開口部を多く設けているものもある。つなぎを着て歌うミュージシャンのスージークアトロ上下に分かれた服装はウエスト部分から汚れや破片などが服の中に侵入する可能性があり、また機械を使った作業の際に作業部に近いウエスト部分の布に余裕があると機械に 巻き込まれる、危険性もある。そのため、ウエスト部分の開口部をなくしたつなぎが、整備士や塗装業者の作業着として多く用いられる。消防士やレスキュー隊など、危険な場面での作業服もつなぎが用いられていることがある。ベルトを使わないことから囚人服にも用いられている。囚人服は、オレンジ色やピンク、蛍光色、灰色や黒が多い。近年は、 カーゴパンツなどと同じ作業服から派生した衣類の一つとしてファッション性の高いものも売られている。学校の吹奏楽部やレストランの制服といった今までにない職業、場面でも多く用いられるようになってきている。ダウンタウンブギュウギュバンドはつなぎがトレードマークであった。また下町や座高があったものでないと非常に着にくく動きづらくなってしまうため購入の際は試着をしてからが望ましい。 全部のファスナーを開け、ズボンと同様に、貝部分を履いた後に腕を、上着部分の袖に通し、全身が入ったら、ファスナーを締める。作業で着用する際はつなぎ本来の目的に沿い、足首や手首の開口部は、体型に合わせて、隙間のないようにしっかりと締める。休憩時や暑い時期には、下半身部分だけを着て、上半身部分は脱ぎ。 袖を腰に巻いて結んでしまっている着用法もよく見られるが、この姿で作業を行ったりすることはつなぎ本来の性質に反するので慎むべきである。ありがとうございます。